あとあの、まあ、楽器のことですけれど、その鼓っていうのはそれ全部こう絞るわけじゃないですか。こう、はい、絞るというか、いや音程を自分で変えるわけですよね。はい。だからその不思議な世界ってなんかこう独特だと思いません？そうですね、自分の好きな音が出せますね。紐を握ったり離したりすることによって音の高さが変わりますので、ですね、高い音もできますし低い音もできます。というようなですね。そうすると同じ曲とか同じ舞台でもその時によって多少の上下があると。はい、そうなんでございます。またあの空調にもよりますけども、雨の日やあのお天気のいい日、湿気の多い時とかでは音が全く変わってきます。そうですね。なんか火鉢で温めてっていうのがありましたね。それはもう一つの楽器で、大鼓という楽器はあの乾燥させて演奏したいので、あの火でちょっと炙りましてですね、あの湿気を飛ばして乾燥させて打つ楽器です。そうすると高い音がします。なるほどね。あとあの要は手じゃなくて、はい、叩くのも叩き方がいろいろありますよね。はい、あります。太鼓、締め太鼓と言われるものはこのようにバチで打ちます。はい、はいはい、実際打ってみますか。お願いします。はい、おーいやーよーおーいやーとも呼ばれますので、にぎやかに囃し立てるという意味も含まれていると聞いております。ですよね。だからその声とその要は鼓とその両方でこうだん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 その気に盛り上がってくるっていう、はい、やっぱり楽器だけじゃないんだ。そうですね、掛け声発声もあの重要な演奏の一部になっております。その声に気合が入ってるとか、その間があるとか呼吸だとかっていうのがすごい大事になってくるんですよね。はい、あの掛け声が一番大切で難しいと思います。それが一番難しい。はい、ああやっぱりそうなんだ。今あの言葉が出ましたけど、それが楽譜になるんですか、はい、それとももう頭で覚えてる？あの一応楽譜はあります。はい、小鼓も大鼓も太鼓も楽譜はございます。はい、今しゃべっているのは呪文のようなことを言っておりますが、唱歌と言われるものでございます。 お三味線ですと、まあ、口三味線と言われるものです。はい、お笛で言うと唱歌、小鼓も唱歌というものがありまして、まあ、日本の音楽どちらかというと口で唱えながら覚えていくということが多いでございます。口伝 で,、ね、はい、でございますね。うん、ああそうですね。でもそれでもそれは各流派大体似通ってるんですか？はい、あの小鼓、大鼓、太鼓の方は似通っております。おー、はい、じゃあわーっと集まるとできるってこと？はい、基本は一緒でございます。へー、ほっよいよーおっいよーおっおっよっよっよっでしたか。だからあの1000人が、まあ1000人じゃない舞台は拝見しましたけれど、はい、
呼吸を合わせるっていうあの喜びっていうのはなんかこう聞いてるだけでも嬉しくなっちゃう。そうですね。私もあんなに、前回ですね、一昨年歌舞伎座でやった時に、340名の、はい、大勢でやりましたけども、うん、とてもよく合っておりました。うん、あれは耳で聞いて合わせるんじゃなくて気で合わせるんですよ。そうですね。ですよね。はい。もう聞いて出してるうちにはもう遅れちゃいますもんね。そうです。はい。その気合っていうのがその、まあ、掛け声であったりということでございますね。でそれ揺れるんですよね。はい。揺れるというかまあ。まっすぐではないということですね。ないんですよね。はい、その気持ちが乗ったり引いたり緩んだり、はい、こう速くなったりっていう、はい、緩急がついていきます。でそれがこう合わっていくともう嬉しくてしょうがない。そうですね。ぴったり合った時はやはり楽しくなります。ですよね。はい、皆さん のお囃子の方々が終わった後のこの晴れ晴らしいあの顔を見るとですねまあ時々ああやっちゃったなっていうところあるし出し切った時のみんなで一緒に出し切った時の喜びっていうのはすごいですよね。そうですね。ですよね、はい、私たちも少しお稽古するとなんとかなるのかしら。すぐできると思います。すぐできる。はい。あ、そうだ、一人で合わせていただくぐらいのところから始めればなんとかなりそうですよね。いや、もうすぐできると思います。おお、ぜひ。スマホでできる。スマホでもできます。ああ、じゃあ最初にちょっとお道具拝見して、はい、教わった後は忙しい時はスマホでもできる。そうですね、最近は。ですよね。はい、ありがとうございました。こちらこそ、どうもありがとうございました。できそうです。はい、どうもありがとうございました。いいよー、いいよー。